はいさーい、福チャンネルです。はい、ぴったり合いましたね。今日はスペシャルゲスト、今日ね、ほんとね、沖縄の人はまあほとんどの人がね知ってるんじゃないかなという、はい、もう野球界のね、はい、スーパースターがゲストで、出てくれます。はい、ということで早速ご登場いただきましょう。この方です、お願いします。はい、小野凛さんです。よろしくお願いします。でかいね。お二人とも、え、小野さん身長は85センチ、185。ほぼ一緒。あ、ほぼ一緒。一緒です。ということで、はい、まあ、沖縄野球界のもうレジェンドと。そうですね。っていう方でございますが、今回はですね、まあ、スペシャル企画ということで、はい、陸上と野球のコラボ企画をやっていきたいと思います。はい、はい、まず一つ目はですね、なんと陸上界のレジェンドと野球界のレジェンドの対決をしていただきたいと思いますね。はい、はい、でもう一つはですね、米原涼貴対そして元高校球児のジュピノリの対決をご覧いただきたいと思います。まあ結果だって見えてますけどね。いや、どうでしょうかね。これはやってみない、野球はね、はい、最後までやってみないとわからないということですからね。はい、今日はまあ小野凛さんが監督されているうるま東ボーイズの、はい、皆さんもねご協力いただきながらこの企画を進めていきたいと思います。いや、 やっぱりね、中学校まで野球やってたということもあって投げ方はしっかりしてるしね、やっぱいいボール投げますよ。直すところはないんですけど、まあ、あとはもうこの下半身の使い方、この重心をもっと移動してきたらもっといい球いくと思うんですけどね。どうしてもその場でターンしてしまうっていうのがあるから、速い球投げる一つのコツとして、やっぱり上半身が皆さん強いので、やっぱりいい球はいってるんですけど、陸上もそうだと思うんですけど、このへその足上げてからキャッチャー投げる時のへそがどこまでキャッチャーに移動したかっていう、まあ、この中心移動ですね、これが一つで、移動してマウンドの傾斜ありますよね。あとこのマウンドのこの傾斜の利用し方を、降りていくんではなくて平行に移動してドンっていう、この左足の踏ん張りでボールをリリース。はい、こうだ、マウンドだからこう普通に降りていきながら投げる感じですけど、マウンド上でも平行にキャッチャーに向かって行ってブンって落ちる、降りていく、落ちる、この落ちる、ですからこう足のこの強さ、よくピッチャー陣はよく走り込みさせてますよね。その踏ん張りのためのやっぱり下半身の大事さっていうかね、だから平行、重心の平行運動と落ちるっていうのをさせれば、下半身の力をもっと使えるし、で今上半身は強いので、そこと連動させればまたより速い球ここですね。それちょっと意識してもらったら、岩さんはターンで何、この速いんですよ、ボディーターンが。少し移動させて落ちながら回転する。そう。ナイス。で、もう一ついいですかね。この重心の移動の時にどうしても降りる時、左腰が開いてしまう、そういう傾向があるんですけど、それを防ぐためにロッキングって言って。キャッチャー側に近い、あとここに僕がキャッチャーとしたら足の裏をキャッチャーに見せる、そうすることによって左腰を我慢することができるんですよ。速球派のピッチャーって大体この動作してます。前拳とかもそうです。足の裏をキャッチャーに見せるんです。一度こうか、そうです。そうすることによって腰をずっとロッキングできる。だからこの変身移動の時に、重心移動の時に足の裏をキャッチャーに見せながらだと腰を溜めることができるんですね。で、左足が地面についたら、あとはもうボディーターン、しっかり左足を中心にターンして、右
右足から左足に移動してきたらもう右足はもう蹴る必要はないので平行移動ですね。マウンドに対して降りていくんではなくて平身運動してドンと落ちると、その重心移動の間に足の裏をキャッチャーに見せることによって左腰をね、まあ、いわゆるロッキングっていうんですけど、あとは左足がついた時点で左足を軸にしっかりボディターン、左足重心にボディターンして引き上げて、こう横にこう引くような感じですね。その移動してる時に足の裏を一回キャッチャーに見せるイメージで、そうするとこっちが我慢できるので、だからこう頭がいっちゃうとやっぱり腕の今度腕が間に合わなくなるので、あくまでもしっかりこういう感じですよ。しっかりもう平行運動の状態を同じような感じです。はい、おお、133、早っ。あ、133。選手めっちゃすごいですね、やっぱねちょっとね振り遅れてましたね、完全に、ね、完全に振り遅れた。元野球部のジュピノリ、いやーもうちょっと期待したんですけどね、与那原良樹、いやそうですね、ちょっと僕じゃね役不足っていうことで、はい、ここはね、はい、うるま東の最強バッターに登場してもらいましょうか。じゃあ現役の、ね、はい、4番に登場していただきましょう。見てくださいこの体格、ね、ごっついね。体重何キロあるの？80。バース、うるま東のバースが、何年ぶりになるんですか、もうこの対決とかそういう。いや、もうほぼ初めてって言っていいぐらい、15年、20年、そんなんやってないですよね。オッケー、ゴール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 、ゴールゴール、取れるよライト。じゃあ、かけきりやめようね。